一周長いコースの中でも火花散る場所っていうのはそんなに多くなくて、これは表情がいろんなあのかっこいい表情がいっぱい撮れてる、これもすごく覚えてる。50ミリで撮ってる作品は多いよね。ニッパチが使えるということ、あと綺麗。皆さんこんにちは、デザイナーの福田と申します。今回のテーマは愛すべきモータースポーツ写真の魅力ということで、日本を代表する F1 カメラマン熱田守さんをお迎えしてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、僕今 F1 を撮りに行って31、2年になるんですけど、まあ、その F1 撮りに行く前からあのかれこれ35年ぐらいの付き合いになる、ね、今回出すアイルトンっていうあの写真集のデザイン、写真展のディレクションだったり、やりましたね。モータースポーツの世界とかっていう話でいくと、あの佐藤拓磨選手のマシーンのカラーリングを2019年かなの時ぐらいから、まあ、毎年協力させていただいていると。デザインだけじゃなくて、まあ、写真も撮る、まあ、まあ僕が言うのも変だけど、まあまあいい写真を撮ってますっていう。初めて言っていただいてありがとうございますそう、初めてだっけ初めてでしょ。あ、そう。テーマ1、かっこいいと思える走りの写真とは。今日は何点か気に入った写真を持ってきたので、うん、それについてちょっと語り合おうかなと、はい、語り合う、うん、モナコのトンネルの出口近くで 35mm のレンズでガードレールにくっついて、ガードレールの隙間から狙ってる写真なんだけど、うん、この写真は R3 になってね、速いシャッタースピードが切れるようになった。それまでの 1DX では、要するにミラー付きの一眼レフでは8000分の1がマックスだったんだけど、それが、まあ、この写真は6万4000分の1で切ってるんだけど、そういうシャッタースピードが使えるようになったので、ひょっとしたらこういう写真が撮れるんじゃないかなと思ってトライした。8000分の1しか切れないと止まらないわけですよ、相手がむっちゃ速くて近いので、うん、試しに撮ってみたらパツンと止まって撮れた。でも開放で当然オートフォーカスは追えないスピードなので、うんうん、置きっぴにするしかなくて、画面を見て、うん、まあこの辺だろうなっていうところに大体ピント合わせて30コマ行くので、うん、秒ね、まあ、どれか当たってるんじゃないかなっていうつもりで押しまくって撮ってピントがうまく合ってるやつを世の中に出してるっていう。なんか聞くところによると好きな方が多いっていう。そう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 、あの P1 の写真展をやった時にも一番人気だと、うん、ね、まあ、これはシチュエーションから説明すると、うん、シルバーストーンで1コーナーにぶっ飛んでってたやつがあったじゃん、うん、1台ひっくり返って行った時に赤旗が鳴って、僕その時にイギリスのシルバーストーンでピットボールタワードを持っていたので、うん、赤旗になる前に実はもう最初のピットストップを取ろうと思ってピットに戻ってたのね。随分長い赤旗だったから、その時に選手がいろんな選手が車降りて、うんうん、撮れてたので、だからそういう場所にたまたま入れたので撮れた写真なんですよね、うんうん、普段ハミルトンってサングラスをしてあんまりこう表に出てこなかったりするんだけど、うん、まあ、そういうシチュエーションだから結構車の近くを、まあ、無防備で入れて撮れた写真。これは表情がいろんなあのかっこいい表情がいっぱい撮れてる、うん、これもすごく覚えてる、うん、そう思ってもらって嬉しいですね。あ、これはね、火花、火花、火花シリーズ。これバーレーンなんで、うん、ナイトレース暗くなった時に火花が散れば当然火花は目立つように撮れるので、うんうん、まあ、当然多くのカメラマンは撮りに行くんだけど、一周長いコースの中でも火花散る場所っていうのはそんなに多くなくて、うんうん、出る車出ない車あったりとか、やっぱりこうどんどん金属が減っていくので周回数走れば走るほどどんどん出なくなってくるんで、ね、あ、そうなんだね。そうだよ、だからセッション最初の方を狙って撮る。そういう意味でその最初の頃は勝負っていう時に撮った写真。はい、流し撮り、流し撮りって偶然の要素もあると思うんだよね。特に
スローになればなるほど、例えば4分の1とか8分の1とかぐらいのスローになってくると、うん、偶然のブレ感がかっこよかったり、うん、それって得てして自分が想像してたのと違うブレ感だったりするんだけど、それが結構かっこよかったりする場合もあるので、そうだね、その流し撮りでかっこいいなって思える写真に出会えることっていうのはあんまりないんだけど、いっぱい撮って頑張って一生懸命撮って、うん、で僕の手元に来た、うん、でそれをわーっと見た時に、おこれ何すっげえかっこいいじゃんっていうふうに思える瞬間っていうのは、まあ、あるわけじゃないですか、うん、あなたは撮ってるんだけど俺がよしって気持ちになる、あ、そう、そうなんだ、それを見つけた喜びっていうあ、発掘したみたいなね。はい、テーマ2、今使っている機材について。まあ、ここに出てる、機材なんですけど、うん、一番、まあ、広角でいうと最近出た 10-20mm、うん、僕も持ってます、10-20。次が 35mm、 これはまだ EF なんですけど、うん、次は RF の 50mm、 1.2 ですね、うん、まあ、その次に、まあ、あの近場で持っていくのが 85mm の 1.2 と、うん、70-200、うん、とあと 400mm と、あと、まあ、コンバーターが2つですね、うん、これを、バッグの中に入れていつも一式、サーキットを持ち歩いてるって感じです。必ずどのグランプリでもそれは持っていくんですか？この 85mm はこれ 重いね、重いじゃん、はい、重いし、で、まあ、飛行機の都合とか、うん、そういう時はこれを持っていかない、うん、という感じですね。 35mmEF じゃないですか、うん、これと 50mm、 例えば RF の、うん、これに近いようなやつを持っていくっていう、ね、そういう選択肢はないってことなんですか？ないですね、この単玉の、やっぱり単玉がいい、ね、単玉の美しさが欲しいから、うん、全部持ち歩くわけない、まあ、ないわけじゃない、持ち歩いてるよ、あ、持ち歩いてんのこれ、そうだよ、ポッケに入れて、ポッケに入れて、だからもう重いよ、それは知らんかったな、嘘だろいつも持ち歩いてますよ、これにコンバーター入れて、うん、すごいね、それにカッパも入れて、だって歩いてって、うわここ35ミリとか、もうそうだよね、うわここ10、20あれよかったなって思うことが嫌だから絶対いつも持ってる。そうじゃないカメラマンもたくさんいるよ、いるよね、いるいるいる、素晴らしいですね、ありがとうございますそんなところで褒められてもねそれはちょっと初耳だった。それ以外に、うん、自分的に結構外せないレンズっていうの、全部外せないから持ってる、だからあえて言ったら何かっていう話ですよ人生これ以降1本しか選べませんって言われたら、僕 50mm です。あんた 50mm、はい、のこの単玉、はい、単玉、はい、ズームじゃないの、はい、あ一緒なんだよね、あ、いや一緒だった一緒だった、すごい、やっぱりこの 50mm 両思いですよねそう、 50mm って短いようで長くも撮れるし、うん、長いようで結構広角風にも撮れるし、でかつこの 50mm の綺麗、ね、ちょっと絞った時も開放のあのボケ感もいいし、 50mm でやっぱだから撮ってる作品は多いよね、多い ね、うん、ね、多い、本当に好き、はい、50mm はグリッド周りとかで多用してるイメージがあるんですけど、これはどうですか？開放にした時のボケ、うん、あとやっぱり R3 になって、あの人物モードオートフォーカスが、うん、きっちり被写体を追ってくれるっていうこと、うん、だからさらにやっぱりこの 50mm でピント浅くして写真を撮る、でも、うん、その他のところをぼかして表現するっていうことがすごく楽しくて、うん、でもう撮ってる時に想像つくし、表現したいっていう時にそれにちゃんと答えてくれるから、やっぱりこれは 50mm は外せないですよね、うん、10-20mm の、写真が今これ出てますけど、ですね、これはブラジルのヘアピンで、まあ、ここに立ってみて、まあ、ひょっとしたら 10mm だったら太陽が上に見えて、で全部入れることができるかなというつもりで立ってみたら、ギリギリ入ったんで撮った写真ですね。今時のもうこのレンズって周辺の
が流れちゃうとかそういうことは全く皆無で、ね、周辺の光量が落ちるとかっていうこともないし、すごくいいんだけれどもやっぱり注意しなきゃいけないのは撮りたい被写体を結構隅っこの方に置いたりすると、うん、形がね歪んじゃっちゃうので、ね、 ね、うん、そこを注意するところが一番大事かな。あと思ったよりも速いシャッタースピードを切らないと10ミリで見かけは遅いんだけどでもそのセンサー上の動くスピードは速いので、うん、なるべく速いシャッタースピードを切ってあげないとブレちゃうっていう、ことにも注意しながら撮る。中望遠はどうですか？70-200 いいですよね、うん、軽くてちっちゃくて出てますね、うん、あこれ70-200なんですね。これの70ミリ側だと思うけど、うん、だから、まあ、ズームでいいなと思うのはやっぱり汎用性があるということだよね。85ミリでも135ミリでもいけるしっていうことにもあるんだけど、でもまあそのモータースポーツの写真といえば、うん、ね、ここにもありますけどこのでかいやつ。そうですね、このレンズを使うこの大きい、うん、かさばるものを使う意味っていうかな、それはやっぱりニッパチが使えるということ、あとキレ、あとコンバーターをつけた時の画質の劣化のが少ない、うん、もちろん昔に比べて随分軽いし、うん、で旅が多いのでちっちゃくて軽いレンズにするっていうのがそれは正義なんだけど、うん、やっぱり外せないですよね。綺麗だもんなんて撮って、うん、じゃあそうするとまあレースで持ってく機材の基準があるとすると全部持ってくってことですかね。そうですね、はい、暑さ守るの場合はだからそういう意味で言えばさ、もうズームレンズで全部構成しちゃえば、うんうんうん、ね、もっと軽くコンパクトにもできるけど、はい、うん、焦点距離でなるべく間を空けないようにはしたいんだけど、でもやっぱり単玉にはこだわっていきたいなっていう、うん、はい、分かりました、ね、記録メディア、はい、は何を使ってるんですか今ですね、はい、このプログレードっていうのを使ってます、うん、これね、こっちと、今ボディ僕2台使ってるので、はい、この2つ使ってるんですけど、1個がコバルトの 1.3、でもう一個がゴールドの512。ああゴールドの512ね、はい、これは僕も使ってます。 4.0 ですね、これすごく速くて、はい、まあこの2つ使っててだいぶこれ価格差あるんだけど、でもまあこっちが、結構値打ちで出てるらしいんで、はい、まあ全然こっちでね、はい、ゴールドで全然問題ないんじゃないかなっていうふうに僕は思います。もうすぐ1日撮ると思うんですけど、撮る撮る、これをカードどのぐらい使いますか。これ今コバルトで 1.3 テラね、テラテラです、声がひっくり返ってどうすんだって1日これ全然プレスルーム戻らなくても、うん、取れるぐらいの容量はある。え1日こう入れ替えはせずに入れ替えもうこのまま入れっぱなしですか。はいはい、あらうん、で夕方プレスルームに戻ってコピーしてやるっていう。そうだよね、たくさんあるのでカードリーダーもそう早くないとご飯食べる時間がどんどん少なくなるっていう。まあ 4.0 になって、うん、その 4.0 対応のカードリーダーちっちゃいんだよね、このが、まあ、出てるじゃないですか、うんうん、やっぱり違いますか、読み込みスピードっていうか。全然ストレスなくこうパソコンでビューっとこう行ってるので気持ちいいですね。助かりますよね、うん、すごく助かってるし、うん、壊れないで信頼性っていうのは、うん、やっぱり全幅の信頼を置いているので一回も壊れたことないし一回もそのコピーも見せたこともないし。 4.0 になってメディアね、その今こういう風にどんどん高性能になって若干そのカメラ側がちょっとそれに追いついてないなっていう、うん、感じはあるんだけども、ね、まあそれもねそのうち多分置いていていくだろう、ね、そうそのまあこれからね、まあ、買われる方なんかは 4.0 でも全然問題ないだろうしね。いや絶対、うん、この 4.0 を選ぶべきだといいですよね、うん、ね、はい、
リフレッシュプロってご存知ですか？はい、まあなんとなく初期化するやつかなっていう認識はありますよ。そうですね、カメラ側で初期化したりするじゃないですか、うん、でだけどやっぱりそれだけでは完全にデータって実は消しきれてないんですね、うん、でそれをそのリフレッシュプロっていうソフトウェアで完全にきれいにしてくれると。でじゃあ買ったばっかの新品になるみたいなこと、うん、そうそういうことですね、うん、でそれはまあ今までちょっとお金がかかったんですけど、うん、これからはちょっと無料になるらしいです。素晴らしい、みんな大好き無料。そうね、あなたいっぱい撮りますから。そうだね、リフレッシュしていただくのがいいかなと。はい、ちょっとダウンロードして試してみます、うん。